こんにちは、シトレです。ですね、今私がどこにいるかと言いますとですね、じゃじゃーん、ぴょん、羽田空港に今来ております。ロンドンに行くことになりました。何しに行くかと言いますと、私もまだちょっとあんま概要つかめてないんですけど、とりあえずロンドンにステイヒューマンしに行きます。なんだっていう話ですよね。とりあえずダイブしに行こうかなと思っております。じゃあねー。飛行機の中入りました。アナのビジネスは思った以上に広かったです。結構快適度高め。夜中の12時くらいなんですけど、目が覚めた。そして眠れに、明日がなんかよくわかんないヒーリングの日らしくって、レイキっていうのをやるらしい。10時朝からね。というわけで、そういう今日は初日でした。じゃあねー。はい、ですね、今はロンドン2日目ですね。これどういうキャンペーンで私呼ばれたのか昨日やっと分かったんですけど、世界中から6人選ばれたんですね、男女ともども。で、そこでこのキンプトンをエンジョイしてもらって、旅行に関するヒアリングみたいのも聞きたいよっていう、そういうキャンペーンらしいんですけど、その6人のうちの1人になぜ選ばれたのかっていうところもなんか嬉しいところなんですけども、今日は何をするかと言いますと、10時からですね、ライズ&レイキ、レイキなんか多分ちょっとスピリチュアルな何かをして、1時から2時に、パームコートスペシャルワークショップ、あとはここのホテルの副社長さんに会う。その後に、インタビューがあるんですね。旅行についてとか分かんないけど、6時からディナーを食べて、7時半からワークショップをすると。ワークショップしたがるね。ステイヒューマンイラストレーションワークショップ、なんか絵描いたりするらしいですよ。まあ今日はそんな感じらしいです。はい、ですね、ご飯が届きました。今日はルームサービスです。アボカドとサーモンとスクランブルエッグですね。いただきます。うん、まっ。これ私が好きなスクランブルエッグのやつじゃないですか。ステイヒューマンしてる感じします。なんかすごい東京で忙しかったから人生を謳歌してる感じがします。楽しいです。多分これを使って何かをするみたいです。 99.99% の純粋なクリスタル、水晶から作られたもので。水晶なんだ。他のクリスタルとかミネラルあるので、色とか音が違うそうです。ああ、なるほど。とりあえず今リラックスして下姿勢になってもらいます。はい、人生初クリスタルヒーリングだったんだけど、すごいなんか面白かったです。なんかね、宇宙の中にいるような感じっていうか、頭が音で充満される感じ、なんか今までやったことがない不思議な体験でしたね。今インタビューが終わってお部屋戻ってきたんですけども、やっと私なんでここに来たか分かりました。あのキンプトンホテルっていう、あのその今私がいるホテルがあって、より良くするためにはどうしたらいいかみたいな感じの、あのトークディスカッションみたいの、そのダイバーシーのたくさんのいろんな世界中の人たちと話すっていう、それ中で、日本代表として意見を求められているみたいな感じでした。で、いろいろこう旅行業界について思うことだったりとか、ホテルに関して思うことだったりとかをいろんなみんな話してるのを聞いたんですけど、すっごい自分自身も勉強になったし面白かったなと思いました。で、この後はちょっと休憩して1対1の個人インタビューみたいのがあるみたいです。ちなみに私やらかしてしまいましたが、ヨーロッパはこういう感じのプラグなんだかな、ロンドンはこの三つ穴タイプのプラグなんだよ。なので持ってきたプラグは全部役に立たないんだが、良い子のみんなは覚えておく方がいいよ。今からみんなでディナーです。その後またワークショップに行くらしいです。ちょっと楽しみです。ま
せしました。10kg ぐらい食べればいい。カリフォルニア。カリフォルニア。そして次はワークショップ。イラストを描くのかな。ありがとうございます。Wow, you're good Japanese. This is lithograph. リトグラフですか。へー。There's two colors, but in different. ちょっと開けてみてください。いやなんかね、今回本当にここ来てよかったなと思います。なんか本当にステイヒューマンを感じられてるというか、仕事ばっかりしてると気持ちに余裕がなくなったりとか、新しいそのインスピレーション湧かなくなったりとかするけど、こういう風にこういろんな人に会っていろんな考えを聞いていろんなやったことがない体験をすると、自分が今そのフォーカスオンしてる仕事にもっと集中したくなるんですよ。これすごい面白いなと思って、気持ちを集中させるために全然違うところに行って全然違うアクティビティをして全然その違う人たちと会う、かつみんな会ったのすごいアグレッシブな人で、なんかこうこれをしたいあれをしたいとかすごいハッピーな人がたくさん人に会うと、それがあもっと自分仕事したいみたいな感じに還元させられるなっていうのを今日すごく感じました。なので今日はいい感じに時間も経っているんですけど、もうちょっと仕事がしたくなりました。いやーこれが旅がなせる技だなって思うし、なのでちょっとこれから頑張ってもう一回ちょっと仕事します。じゃあねー。はい、おはようございます。今日はですねキンプトン 1,2,3日目かな。今からですねみんなとブランチに行きます。まだ今日も確か撮影が入ってるらしいんですが、ちょっと行ってみたいなと思います。ビーガンのサンドイッチにしました。せっかくなのでルームツアーでもしようかなと思います。まずエントランスです。暖炉みたいのもあります。そしてトイレです。まあこのトイレ覚えておいてくださいね。そうね、キンプトンいろんなとこにね絵が飾ってあるんですけど、それがまたかっこいいんですよ。そう鏡もねキンプトンいっぱいあるんだよな。でベッドルームに行きます。こんな感じになってます。こっちがクローゼットなんですけど、キンプトンお水もおしゃれなんですね。いちいち重機がかっこいいんですよね。古い電話かと思えばデジタル式です。そしてバスルームです。重機がおしゃれです。猫足です。シャワールームです。ゴールドがおしゃれですよね。これがまたいい匂いなんですよ。こっちに何があるかと言いますと、またトイレがあるんですね。なんでトイレ2つあるんだろう。多分私の推測なんですけど、こっちの部屋でこう誰かをウェルカムするから、客人用のトイレじゃないかなと私は見込んでおります。まあいずれにせよ2個も3個もあるってことですね。
次は今からどこに行くかと言いますと、撮影ですね。またなんか撮影があるということで、よいしょ、行ってみたいなと思います。撮影なので微妙に鏡が汚いのは気にしないでください。ちょっと着替えてみました。アクション。初めて外に出ました。ロンドン、空気が気持ちいいです。ロンドン、で、今であと30分くらいしたら、カクテルがあるみたいなんで、ちょっとまた一回部屋に戻って仕事しようかなと思います。仕事ばっかしてますけど、まあ、ステイヒューマンですからね。カクテルに来てます。今ね、なんかね、ジャズかな、生演奏、ジャズカントリーかな、生演奏があります。私、パワーステーションという新しい施設で今からワークショップですね。すごい建物、ここ高級住宅街とかになるのかな。お花屋さん入ります。わーお、Me too。 ここで、フラワーワークショップをします。So you're going to keep going until you come to about here. So then you have a sort of standee at that point. できました。こんな感じになりました。人生初の、フラワーアレンジメント。割といい感じにいった気がします。楽しい。はい、ディナーです。インターコンチネンタルホテルの美味しいご飯屋さんらしいです。わーお、かっこいい。スモークっていうのはこういうことやね。すごい炭のスモークの匂い、いい匂いです。お肉です。へーへーへー、かわいい。わーおーわーおー、チョコレートのスプーンで食べるみたいです。Oh, yum. Oh my gosh, it's a video. Go funny. インターコンチの、アランのご飯から帰ってきました。いやー、面白かった。なんかすごいいろいろな話ができて楽しかったなと思います。そしてですね、帰ってきたらなんとびっくり、ね、プレゼントがあるじゃないですか。優しい、ジョン・マローンだ。私香水好きだから超絶嬉しい。はい、最終日です。今日今までですね、9時くらいなんですけども、今日ここからですねまたワークショップがありまして、ピアスかブレスレットを作る、ワークショップがあるみたいなんで行ってきたいなと思います。ジャニー、ここから好きなブレスレットを選んで、ここから好きな石を選びました。で、このブレスレットが半永久的に取れない仕組みになっておりますので、婚約する感じですかね、こいつと。そしてお店はこんな感じ。ピアスとブレスレットが選べて、みんな好きなものを選んでます。あ、こんな感じでつけるみたいですよ。これは取れないわ。一旦ちょっとビビってます。表情をなくしてます。さっきダンビビってないって言ったけど、絶対ビビってたと思う。
だって怖いもん。できました。おー、かわいい。これ一生外れないらしいよ。みんながピアスも開けてるのを見ると、私もちょっと開けたくなってきました。こんなノリでピアス開けていいのかな。なんかね、いろんな種類があるんですけど。こんな1時間前はこんなことすると思ってなかった。こんな異様行為すると思ってなかった。イエーイ、やっちゃったやっちゃった何が起こるか分かんないですね。ピアスを1個だけ開けるつもりが調子こきこきで2個開けてしまいました。いやー面白い、本当に。はい、今ですね、ちょうど無事チェックインできて、ラウンジにいます。今回そのキンプトンホテルに滞在させてもらったんですけども、まあ、その旅業界がもっと良くなるためのキャンペーンにちょっと参加させてもらってたんですね。で、その一つのそのキーワードがステイヒューマンってやつだったんですけど、改めて人間らしくいる、人間らしく生きるということかなって考えさせられました。私の場合はまずちょっとまだそのステイヒューマン、しっかりと答えは見つかってないんですけども、また、ちょっと命題としてゆっくり考えたいなと思ってます。そして旅の楽しみって何より、自分の知らない世界が広げるってことなのかなと思いました。今回もまた見聞が広げることができてよかったなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。映画でも見ようかなと思ったらこれじゃないですか。